シグザウエル P230 は、スイスのシグザウエル社が製造している自動拳銃である。P230 は、警察用拳銃として1977年に開発された。西ドイツ各州警察では、第二次世界大戦後、当時の QX19mm パラベラム弾を使用する拳銃が、携帯性に優れていなかったために採用せず、主に、 32ACP 弾使用のワルサ PP やワルサ PPK を採用していたが、1970年代に活発化したドイツ赤軍などの極左組織に対抗するためにより強力な新型拳銃を求めており、新型拳銃のトライアルに P230 も候補の一つとして提出された。結果的に西ドイツ各州の警察は 9mm パラベラム弾の使用に踏み切り、 P230 は、選定から外れている。このトライアルでは、シグザウエル P225、ワルサー P5、H&KP7 が選定され、各州の判断で選択することになった。奈良県警察の P230KSC 社より、同社の P232、ランヤードリングと、セーフティーレバーを付けたモデル P230JP、ガスブローバック式エアソフトガンが販売されている。 P230JP という故障は、日本国内での独自故障の可能性が高いが、メーカー側でも他のモデルと識別するためにあえてこの故障を使っている可能性がある近年では、SP や重機対策部隊に 9mm パラベラ無断仕様の自動拳銃、制服警官に2インチ重心の回転式拳銃が優先的に配備されるため、p 百三十 j p は従来から使用している。 機動捜査隊をはじめ、刑事部、組織犯罪対策部等の私服捜査員に配備される傾向にある。組織犯罪対策部においては、導入時の経緯から、S&WM3913 のイメージが強いが、9ト、mm、ルパラベラム口径の必要性が低いとの判断から現在は、重機対策部隊に回されており、P230JP や、 ニューナンブ M60 等やや古い方の配備が多くなっている。ありがとうございます。